はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回は高校受験対策ついに40まで来ましたね。シシの第40弾やっていきましょう。で、今回この14問ありますので、ぜひね、ストップウォッチを測りながらチャレンジしてみてください。で、やり終わった後にね、不安な問題とか、ちょっとわかんないのがあれば、今からね、自分が全部解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。 じゃあいつも通りね画面下げますのでお待ちくださいいきますよんーよっつってねあれスローペースはっもうちょい気持ちこのぐらいかなよしじゃあ参りましょうで今回久々に自分がねこの受験対策のやつうーおあのガチで解いたやつを動画にしてますあの概要欄もしくはあの画面の右上のねびっくりマークから飛べますので、まあ、解説見た後にでもねあこんな感じでやったんだねみたいなの見てもらえたらと思います じゃあ問題数も多いんでねサクサクいきましょうまずは計算7問ですねこここの部分いきます、まあ、まずはプラス3ということでス、まあ、3とプラス +3 くっつけるとこの辺とサクサクいきますねス4で 5−2 この辺、まあ、2問やった時に、まあ、これも実際の受験問題使ってるんですけどマイナスとかで引っ掛けてこないんだなって個人的には思いましたね大体ラ5 2とかにしてくる感じ、まあ、引っ掛かりやすいからさ これ5引く2ってできてしまうから、まああんまりミスが出てこないんだけど、まあ優しいのかなと思いながら解いていて、で3番に関しては、まあ分数です。まあ俺がよくつまずくね、計算ミス出やすいとこなんですが、これはまず4と8を約分しちゃいましょう。で、ここが2になりますね。で、ここ1になって、まあ1分のになるから分数の外れますよね。で、よく自分が言いますけど、分数の棒から降りた時っていうのは、カッコをつけろよってよく言います。そうすると計算ミスが少なくなる。つまり、2×3a、まあ×を ちょっと書かないでいけば、こうなるわけです。2括弧 3a-1 と。で、それをちゃんと書けば、ああ、これだったら分配法則で配んなきゃなってわかるから、2を、2× かけるをね、3a とマイナス1に配ることで、6a <laughs>。カラスめっちゃ泣いたな。拾ったかな、音。びっくりしたよ。6a マイナスになりますと。 だから何をミスるかっていうとこのカッコの部分をちゃんと意識しておかないと約分して2かける 3a で 6aa-1 って書くんだよねこれ気をつけた方がいいですいい分数よく引っ掛けられるからねで4番はまあこれシンプルにカッコをねマイナスをここまあ配って同じように分配法則で配るとここがマイナス x マイナス 3y になりますこの部分ねちょっと消し直いましょうかこうなる だから、あとは、x 同士、y 同士を計算すれば x、3x プラス 2y と。こうなりますね。ちなみに、自分だけかもしれないですけど、みんなこれ解いた時に、4番、ああ、珍しい。珍しいというか、変わってんなって思った方が、もし視聴者の方の中で一人でもいたら俺嬉しいんですけど、何かっていうと、4番じゃん。これ実際の受験問題も4番だったんだけど、 4番で 4x。ここのね、問題番号とその係数が最初同じになるのってあんまり見ないんですよ。結構外されるの。で、あ,あ、珍しいなって個人的には思ったんですけど、以上です。<laughs> あの、賛同を得られない気がしてならないんで先行きますね。じゃあ5番行きましょう。割り算ですね。で、えー、まあこれ一気に解いちゃっても構わないんですが、まあ、文字も入っているので、まず数字。4割2数字から行きましょう。4割2をすると当然2になる。 で、A の3乗割る A の A、A、まあ、A の3乗割る A か。A を1個分割るっていう状態なので、まあ、考え方としては、A の3乗って A×A×A なんですよ。で、それを A で割る。まあ、割,り算だ割り算って分数なので、まあ、こういう状態なの。A だけで考えると。つまり、A が1個消えるんですよね。約分で。だから、A が2個残るので、A の2乗。 で、b ÷ b は当然 b 分の b で約分されて1しか残らないから b 自体は消えてしまう。だから、答えとしては 2a 二乗になりますよと。で、6番はルートですね。で、まず50。まあルートっていうのは出てきたときに、ホニャララルートホニャララ。まあ5ルート。うん。<laughs> 普通に言っちゃったよ。3ルート2とか、えっ、ー、と、4ルート7とか。まあそういう風に形を直せないかなって考えるわけなんですけど、まず50。 ちょっと書けないんでこっち行きますね。あ、いいか。50は 25×2 なんですよ。見えるよね。25×2。25っていうのは5の2乗です。5の2乗。ルートの中に2乗が出てくると、ルートから出てこれます。出てこれる。つまり、ルート50っていうのは5ルート2と形を変えることができるんです。 2乗になったらルートから出てくる2の方はルートと2乗がついてないからルートから出てこれないとつまりお前は残っとけという話になるで8はこれ 4×2 ですよねで4が2の2乗なんですつまりこの2の2乗の方の2が出てくるでもお前さんは出てこれないからルート8は2ルート2つまりこうなって ルートの引き算、まあ、もしくは足し算っていうのは、ルートの中が揃っていれば計算ができます。中が揃ってないとできないんです。だから、よく出るミスとしては、ルート 50- ルート8をこのまま40、ルート42って50、50-8を押してね。ってやっちゃうのがミス。それはできません、ルートは。で、ルートが揃いました。じゃあ、計算ができます。どこ計算するかっていうと、外。5-2。ここを計算すると、5-2は3だよね。 で、ルートの中は変わらないので、答えは3ルート2と、こうなります。いいかなここまで合っているよね。さっきちょっとやったやつを確認しておきましょう。大丈夫。じゃあ7番いきましょう。で、これは、まあ、通分ですね。で、これも、まあ、こっちの方が賛同 L かもしれない。これマイナスじゃないんだって思った。解いてて。まあ、大体マイナスだよ、ここ。引っ掛けるから。 分数も通分絡む問題ってマイナスで引っ掛けてくるんで基本的にね。あ,あプラスなんだって思ったんですけど。まあこれは計算なので、分母を通分しなきゃいけないと。で、通分で2と4なんで、4で通分すると、こっち側、左側が4分の下に2をかけたので、上にも2をかけます。つまり 2x プラス 2y になる。で、えー、こっちは変わりません。4分の、ちょっときたくなっちゃった。x マイナス y と。 で、下さえ揃ってしまえば、あとは分子、上の部分を計算すればいいので、2x プラス x で 3x。2y-y でプラス y となって、これで終了です。で、一応さっき話したマイナスバージョンですね。まあ、ほ、ほとんどで言ったらおかしいけど、マイナスが非常に多いところで、どうミスを誘うかっていうと、これ早送りした人ごめんね。ちょっと変わっちゃうけど、マイナスになるじゃん。 そうするとミスとしては 2x-x で x になる 2x-x で後ろのは 2y-y ってやっちゃうんだよねこれマイナスこのマイナスはここにまた括弧になっててこいつを配ることでマイナス x プラス y になるのだから後ろの符号でミスが出るそこででミスを誘ってくるんですが、まあ、今回プラスだったんでね気にしないでください で、10番。ここから計算ゾーンが外れて、普通の問題やっていきましょうと。で、これ前回の詩周でも同じようなのあったよ。確か前回、前回って。前回、前々回忘れたけど。で、これはですね、まあ、これを満たす。今回は、え自然数 A を小さい順にすべて書きなさいという問題です。で、どういうふうに解くかっていうと、ルートはこいつだけ。こいつらがルートになってません。で、ルートを外すのはちょっとなかなか難しいので、この状態だと。だから隣、隣、両サイド。 2と3ををそれをルートに変えていくで2っていうのはルートにすると2乗すすればいいから4です3は2乗すればいいからルート9ですこれでこいつもこいつもルートに変わりました。で何を言われてるかっていうとこれルート無視して考えれば「4より大きくて9より小さい数なんですか?」って言われてるから「あじゃあ」っつって。 その間の間数5 6 7 8ねまあこれあのー、さっきガチで解いたその自分が解いた動画の方で見たらもしかしたら画面ちょっと映ってないかもしれないけどこれミスあのミリゾーンなったんでちょっとミスリそーンなったこの問題、まあ大丈夫だったんだけど。でこれはまあ小さなことなんですけどこれね豆腐号こうなったらもしじゃあえっとこうなってたら左側がイコールが入ってたらここの数字つまり ルート4の4も入ります。イコールだから。でも今4入ってないので4入っちゃダメだよ、答えに。9も同じです。イコールがないから9は入りません。で、よく言うけど、このタイプの問題はすべて書きなさい。今回みたいに5、6、7、8っていう書き方をされるか何個あるか答えなさい。だったら今回は4個って答える。 答え方2パターンあるので問題あそのみんなが出会った問題とちゃんと落ち着いて見てあ答え方気をつけようって思って解いてくださいここはねでみんな気づいたあのー、問題の順番違ったよ <laughs> はいやらかしたごめん右だいつも縦でやるからねそうだ右だったら右いくわはい失礼しましたしかも赤青赤青だったねやっちまったわいきます え、これの展開ですね。で、展開をやると、ま、公式を使いたくなるんですが、えー、ちょっとこれ公式がありません。ね。なので何やるかっていうと、自分がよく言う全部掛けってやつです。あ、これ学校で言っちゃダメだよ。俺が言ってるだけだからね。何それってなるから。全部掛け。それはもう単純に全部掛けます。項としては、x とプラス3と 2x と、えー、そのパターンがない。<laughs> マイナス1っていう4つの、あと項があるので、それを、 x と 2x, x とマイナス1。プラス3と 2x, プラス3とマイナス1。4回ですね。かけ算全部してください。全部かけね。x と 2x をかけると 2x 2乗。x とマイナス1でマイナス x。プラス3と 2x でプラス 6x の最後プラス3とマイナス1でマイナス3と。ミスっちゃいけないのはこの後に計算できるやつがあります。こね。これ答えに書いたらバスだからね。マイナス x とプラス 6x は計算ができるので 2 x 2乗、えー、プラス5 x ス3とここまで書いて丸になります。いいかなで、えー、ちょっとね色がねあのここ青だったら綺麗だったんだけどねごめんなさい。はいということでこれいきましょう、えー、因数分解でございます。でこのパターンは、まあ、シンプルな2乗2乗です一応確認しておきましょう多分教科書とかに載ってる公式はこれですね。2乗2乗っていうのは。 ええと、自前というのは、2乗引く2乗ってこの x と y のパーツがありますと。で、そのパーツをカッコの中にそれぞれぶち込みましょうと。x, y, x, y つって、パーツをね。で、その代わり、プラスとマイナスで符号を変えてねっていうのが、ま、公式なわけです。で、今回は、こっちは x の2乗なんで、x っていうパーツはわかる。じゃあ、右のパーツ何何の2乗になってんのっていうと、これ右側入るよね。大丈夫ね。qi です。qi っていうのは、9が3です。 y の2乗は y の2乗つまり 9y 二2乗は 3y の2乗になってるだから左側はパーツが x 右側は 3y になってるのであとは括弧の中にパーツを、えー、ぶち込みましょうとそして符号がプラスとマイナスになればこれで終了となりますでちょっと この途中式は消せないですけど、答えぐらいは青に。ああごめんなさい飛んでった。青にしておきましょう。五六七八こうですね。いいかな。ちょっと早送りした人わかりにくいかもしれないからつなげておね。はいじゃあ十一番いきます、えー。ちょっと省略形で書きましたけど本文えー、っとちゃんとした問題文読んでいくと一個え。 1>, め1個 A グラムの重り2個。いいね。A グラムの重りが2個です。そして1個 B グラムの重りが3個。3個ですね。それを合計したら500グラムだったと。っていう数量の関係を等式で表しなさい。等式でイコールね。イコールはってやつです。あれが等式。まあそれをつなげろって。つまり文章になってるものを式にしなさいねっていう問題です。で、まあこれは割とまだやりやすい方かと思うんですが結構出てきますよね。このタイプの問題。 でまずちょっとこれ紹介これ普通に解いた後にその発展形を1個紹介して終わりますここの問題はねで a グラムを2個当然 A が2個あるので 2a になりますとで B が3個で 3b ですそれを両方重さ測ってる足してるわけだよねだからプラス 3b ですよねでそれが5 0 0ムになりましたこれが5 0 0ムなんだからイコール500だよねこれとこの5 0 0ムが一緒って言ってるからこれで終了です 自分が熟考詞教えて、あ、熟考詞やってた時にすごく感じたのが、やっぱりこの文章出てきただけでも、あ、無理ってなること非常に多いです。特に苦手意識が高い子は、ね、あ強い子はね。でもこれだけなんだよ。言われてみたら、ああって言うんだよね、みんなね。で、これはやっぱり苦手意識をね、まず文章が長いイコール難しい問題って思い込まない方がいい。文章、ワードを長くして難しく見ててるだけって問題いっぱいあるからね、数学に関しては。まあこれで OK です。 だから何をやればいいのかってところで結構つまずいたりするのでこうやって式に起こせばいいっていうのを覚えておきましょう。で発展形です何かっていうと例えばですね a グラムを2個 b グラムを3個測ったら合計の重さは505 <laughs> 噛むんだよねこういうとこで 500g 以下でしたみたいなねつまり等式ではなくて不等式になる。なるとうってなりますちょっとだけ。でこれだけ説明しておきます一応ね。 これは、つまり、この足したものが 500g 以下です。で、以下って時に大事なのは、足したもの測ったものと 500g、どっちが少ないですかっていうのを文章から読み取ってください。いい合計で測ったら 500g 以下だった。どっちが少ないってこっちだよね。500g 以下、500g より少ない。小さいって言ってるから、こっちが少ないんです。ってことは、不等号の向きとしては、 こうなりますこっちが小さいから。でもう一個大事なのが「以上」とか「以下」とか「未満」あと単純に「大きい」「小さい」もありますね。こういう言葉が出てきます。500g より「少ない」とかも出てくるかもしれないけど。でイコールがさっきやったねイコールが入るときとイコールが入んないときがあるんですけど覚え方はこの「い」です「い」。 いっていう漢字を使ってたら、イコール入れてください。だからもし 500g 以下って言われたら、この式は変わんないんだけど、ここです。これがこのマークに変わったものが正解になります。つまり、以下と以上のいっていうのは、その数字とイコールになってもいいよって意味。だから、以下っていうのは、少ないかもしんないし、500g ぴったりかもしれませんって言ってるの。いいね。未満とか、大きい、小さいっていうのは、イコールが入らないので、 是非ねまあそんなに頻発で出てくる頻発頻繁に出てくるものではないんですけど是非出てきた時にはねこのみんなと差をつけれるとこだと思いますので覚えておいてくださいでこういう話するからね伸びんだよねじゃあ12枚いきましょうはいこれですね2、えー、次方程式解いていきます2次方程式に関してはまあトリッキーな技とかもあるんですけど基本的にはイコールゼロほにゃらの式を左辺に全部持ってって左側に全部持ってってイコールゼロにしてしまうと一番シンプルです解きやすい これも一回展開します。展開。公式で展開すると、x2 乗マイナス 2x プラス1。これ左辺ね。で、x プラス4がもともとある。この x プラス4を左側、左辺に持ってくると、符号が変わるので、マイナス x マイナス4ってなります。それを全部くっつけると、x2 乗マイナス 3x マイナス3イコール0とこうなります。で、こ からこいつが因数分解できないかなって考えていくやり方としてはで今回できないんです <laughs> できれば簡単なんだけどねじゃあできなかったらどうするって言ったら解の公式を使ってください解の公式 x イコールちょっと口であ口でこう書くと解くか x イコール 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac です。 本当によく出てくるんだよね。解の公式って高校受験。全国見ててもさ。これ。で、あとは当てはめていきます。A が1、B がマイナス3、C がマイナス3ですね。2A 分のなんで、まず2分の。で、B がマイナス3なんで、マイナス B でマイナスマイナスになるから、プラスに変わる。つまり、3、プラスマイナス、ルート中身です。B2 乗マイナス 4A、C、B の2乗、マイナス3、2乗すると、 マイナス3かけるマイナス3ね。2乗って。で、マイナス同士でプラスに変わるから、9。マイナス 4AC は、マイナス4かける1かけるマイナス3だから、プラス12。こうなる。だから、ルートの中身は21です。で、必ずルートの中身、ほにゃららルートほにゃららなんか出せないかなってチェックをする。ただ、これ出せないんだよね。これだから変化できないので、ここの、このまんまで終了となります。 左辺にまとめて解の公式っていう感じ。流れとしてはね。ましでは13番行きましょう。えー、関数 y、y コル x 二乗あります。x の変域書いてあります。y の変域求めなさいと。まあ、慣れてる方であれば、図を書かなくても、ああ、原点通って引っ掛けようとしてますね。みたいな。わかると思うんですが、慣れてない方は図を書きます。簡単な図です。大事なことは、まず y、y コル x 二乗ってなった時に、その関数が、えっ、ー、とね、まあ、いっか。ここ行こうか。 その関数が、下カーブ、上かま、下に一つ、上に一つですね。この、下カーブなのか、上カーブなのか、ここだけは外しちゃダメです、絶対に。ここは絶対死守する。で、今、X2 乗にくっついてるの1だよね。隠れてるけど。プラスの数です。プラスの数だったら、下カーブのこっちになります。ちょっと緩やか、緩やかすぎたけど。これもフリーハンドで、ちゃんとカーブがその下カーブになってれば、反対にするとまずいけど。 で、もう一個やることは、今、X がマイナス1から3なのね。じゃあ、マイナス1から3あたりを打ちます。どこにあるかって。X 軸は横のこの線です。X 軸。マイナス1ってまあこの辺だよね。きっとマイナス1。で、3っていうのは右側だけど、マイナス1ここに打ってるから、1、2、3。ちょっと透明にこの辺にしとこうと。で、そのマイナス1と3って場所を打ったら、そこから打ち上げ花火をボンって上げてください。上に。打ち上げ花火を。 で、打つと、ここにぶつかってぐるぐるってする。ぶつけてぐるぐるってしとく。で、みんなシャーペンだろうから、シャーペンでここなぞっときます。もし分かりにくかった時は、ここ、残りの部分消しちゃってもいいです。消しゴムで。で、こうなってる。で、もし、下カーブ。下も上カーブ。こっちのね。下にあるグラフになったら、マイナス1と3を打って、下に、まあ、打ち下げ花火打ってください。そのもんないけど。打つと。で、ぶつけて何やってるかっていうと、今、もともとグラフ、全部あったんだけど、 X がここしか使っちゃいけないよって言ってるからグラフもここしか考えちゃダメですよって言ってんのやってることは。で y の変域っていうのはこのグラフの一番高いところと一番低いところどこですかって聞かれてる。で一番高いところってどう考えてもここじゃん3の時。じゃあ3の時のここ y いくつって考えると X が3の時の y。 x が3の時つまり3の2乗の y, y イコール3の2乗9だよね。3かける3だから。で、こう9なんだよ。で、一番低いところどこかなって考えると、間違いやすいのはここでしょってやりたがるんだけど、違う。ここ。原点通ってるから。一番低いところは0ね。で、一番高いところ一番低いところが出てきたら y の変域を答えるときはもう決まってて、まあ x の変域と同じ感じだけど、 間に y をしてこれを入れます。まあ、小なりイコールってやつです。このマークをして、高いところが右、小さい、低いところが左です。つまり、0、9と入れればこれで終了。いいね。頭の中でグラフが描けるというかもうわかる方はいいんですけど、えー、不安な方はぜひ、平気結構ね、もう平気無理っていうこと多いんだけど、やるのこれだけだから、取れるって大丈夫だよ。っていう感じでやってみてください。で、ラスト。 イラストは直方体があります。ちょっと ABCD を振ってないんですけど、まあ、このね、青で引いたところ、これの、えー、四面体の体積を求めたいと。で、これ、全部三角形だから、三角錐なんだよね。三角形、三角に錐、尖ってるバージョンだと。ってことはわかるんだけど、大事なのは、ほにゃらら錐。まあ、あと、ホニャらら錐の体積の求め方って何かっていうと、えーと、ここでいいか。 大事なのは、底面積と高さなんだよね。底面積かける高さ。で、これに、えー、っと、ほにゃらら水。尖ってる時は3分の1をかけます。ほにゃらら中だったら3分の1いらないんだよね。底面積かける高さなんだよ。まあ、つまり、まあ、ほにゃらら水だろうと、ほにゃらら中だろうと、底面積と高さどこにするっていう、それがすごく大事なの。で、これ、気づけば、どうってことないんだよ。実は、簡単に終わる。 ただたら、底面積の場所を、どうしてもね、この青の三角形で区切ってるから、その奥のね、切ったその斜めのところの三角形を底面積にしちゃおうとすると、もう迷路。抜け出せなくなる。まあ出せる子もいるかもしんないけど、高さね。高さわかんねえなってなっちゃうの。じゃあどうするかっていうと、まあどこでもいいんだけど、底面積を、この上とか、まあ手前とか右でもいいんだけど、この三角形にしちゃえばいい。ここ。 この三角形を底面積って考えるの。これなんでかっていうと、あの底面積さ、もともと立方体じゃない、嘘、直方体があって斜めに切ってるだけだから、ちゃんと真上から見たらさ、直角三角形でしょこうなってるじゃん。しかも6センチ、4センチ、4センチで分かってるから、ここ6なんだよ。ここ4なんだよ。底辺と高さ分かってるから、この三角形の面積12でしょ底辺かける高さ割る2だから、まあ、かける2分の1でね。あ、底面積出せんじゃんって。 じゃあ、あそこ底面積にしたら高さどこになるって高さここだよね。底面積、底面、底面があるわけよ。高さってそこに立ってる部分だから。今、上にね、底面来ちゃってるけど、柱になるのってこの部分でしょこの斜めとかじゃないじゃんか。ってことは高さここだと。高さいくつって呼んだもん。書いてあるし。で、わかれば、底面積も高さもわかるから、底面積かける高さ。で、水位だからね。三角水位だから。かける三分の一をして、 計算すると16、16ええー、立方センチメートルと。これで終了となります。絶対長いよね。はい、長い、すいませんでした。<laughs> まあ、必要なとこだけ見てください。ピックアップでね、まあ、見てくれてると思うんだけど。まあ、こんな感じで、ね、もしミスった問題とか、うわ、惜しかったわ、みたいな。で、惜しかったは絶対に復習しようね。 惜しかったでもちっちゃなミスを犯してる場合、あとは合ってたんだけど若干不安だったとか、勘が少し入ってたっていうのは復習しないと、今回はできてたかもしんないけど、受験の時、本番の時ができない方に転げ落ちるかもしんないからね。そういうミスはね、防ぎたいので、ぜひうまく復習してね、実力アップに使ってください。では、今回はね、高校受験対策の趣旨シ,シリーズ第40弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとう